バルベリーニ広場中央にあるトリトーネの噴水。噴水の西に立ち東を向いて撮られた写真。左奥には蜂の噴水も見える。見切れた右側にパラッツォ・バルベリーニがある。建物の前に赤いトラックがあるが、その裏手にメトロの入り口がある。蜂の噴水地図、バルベリーニ広場はイタリアのローマにある広場。クイリナーレの丘とピンチョの丘の合間に位置する。 広場の名称は、すぐ南にあるバルベリーニ家の宮殿、パラッツォ・バルベリーニに由来する。そこはかつては、スフォルザ家の所有地であり、この広場も1625年頃からはスフォルザ、広場と呼ばれていた。さらにその前、16世紀中頃には、ピアッツァ・グラマナと呼ばれていたらしく、その痕跡は、ビアデッリ・リア・ビニオネージ以外に残るプレートに見られる。なお、 パラッツォ・バルベリーニは1633年頃に完成している。即興詩人は以下のように始まる。ローマに行きしことある人は、ピアツツア、バルベリーニを知りたるべし。子はい角持てるトリートンの神の像に作り通るしたる、美しき府県ある、大なる広し工事の名なり。改角よりは、水は木でのその高さ数尺に及べり。 ローマに行きしことなき人もかの広志工事の様をば、同板へにて満つることあらむ。即興詩人、青空文庫 https コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュカーズスラッシュ00019スラッシュファイルズスラッシュ 437619283HTML ピアツツアー、バルベリーニがすなわちバルベリーニ広場である。 改革モテルトリートンの神の像に作り通るしたる美しき不敬は、ウルバヌス発生の命により、ベルニーニが製作したトリトーネの噴水のことで、1643年に完成したもの。ビットーリオベーネト街、バルベリーニ街、トリトーネ街などの複数の街路が集まる市内交通の要所となっている。ビットーリオベーネト街の入り口にある鉢の噴水も、 ベルギーニ作で、かつては同じく広場に接続するシスティーナ街の入り口にあった。1980年、ローマ地下鉄沿線が開通すると、バルベリーニ駅が開業した。ありがとうございます。